皆さんこんにちは、チェリストの新倉ひとみです。あれ、なんか映ってない。こうかな、よいしょ、これでいいかな。髪切ったんだけどもう伸びてきた気がする。伸びるの早いな。はい、今日は、アンプはどうやってやってるのっていう質問をいただいたのでお話ししてみたいと思います。アンプね、私はアンプ無理しなくていいと思っているし、覚えられる曲から覚えれば良いではないですか思ってしまうんですけれども、でもとにかくその自分が素敵だなと思っている音楽をこう聴いてくださる方と一緒にこう共有して楽しむっていう中に、楽譜を見る見ないっていうことがストレスにならないことが一番大事だと思うんですね。なのでアンプをすることにこう迫られてストレスになるんだったら見た方がいいし、でも楽譜をこう置いていて逆にどこ見たらいいのかなっていう、こう集中力が散漫になるんだったらとか、楽譜を見ている自分がなんかちょっと恥ずかしいみたいな、そういうストレスがあるんであれば見ない方がいいし、もう好きな曲をアンプしたいけどしきれないという方の、まあ、お力にちょっとでも今日は慣れたらいいかなと思ってお話をします。そう、でもね、私自身がそうなんですけど、好きな物事に対してって私はもう一直線にパキッて言った時代背景があるのかとか知りたくなっちゃうんですよ。皆さんどうですか？知りたくなりません？なりません？なりません？もちろんね、知らない方がいいこと人生の中にはありますよね。無理に知ろうとしちゃいけないこともありますよね。なんだけど、でもそれを、好きなものを理解して寄り添うっていうことが一番大事だと思うんですよ。ある程度のその制約っていうものは何かを成し遂げるための美薬、制約のための美薬、その決められた枠の中で自由に歌うことだったり、何かこう自分の中で課題があってそれをこうクリアしていくことで何かこう少しずつこう成長の階段を登っていけるんであれば、すごくそれは音楽的なことだと思うんですね。だからアンプをしたとか、なんかその演奏している作曲家の時代背景を自分はこれだけ知ってるっていうことをこうプレゼンテーションするのではなくて、自分の好きな曲に対する歩み寄りだと思ったらうまくいくんじゃないかなっていうのはちょっと思ってます。で、私自身がですね、昨年ショスタコーヴィッチとチャイコフスキーのロシアの作曲家のですね、チェロとオーケストラのための曲を短い期間の中に立て続けに演奏させていただく機会いただきました。で、それもね、楽譜置いてあってよかったんですけれども、その2曲に関してはアンプした方が心地よく自分は弾けるなと思ったので、一生懸命アンプしました。仮にその締め切り、そのアンプをして演奏したいと思っている日が今から5ヶ月後に迫っているとするとですね、だいたいその4ヶ月後にはアンプは完了して、残りの1ヶ月は何回も弾いてランスルーをして人に聞いていただいて、最終調整をする1ヶ月に取っときたいというのが一番の理想なんですけれども、つまりその長い期間をかけて1から100までをずっと弾き続けるのではなくって、1から10、10から20、20から30、そして1から20、1から30っていうふうにこう増やしていくと、こうサクセス体験が
重なって自信にもなるし、精神的にも落ち着きます。そういう本番の前の逆算っていうのはとても大事です。で、とってもおすすめなのが寝ても立ってもあなたのことばかり学習なんですけど、それはどういうことかと言いますと、ほら皆さん好きな人のことはお料理をしていてもお洗濯をしていても鼻歌を歌いながら、なんかこう気に入ってる曲を歌いながらなんかこう思っちゃったりしませんか？とか眠るとき、眠りにつくときとか好きな人のことを思いながらこう寝られると幸せじゃないですか。それと一緒で好きだなと思っている曲のことも日常のどんな時でもこう常にこう歌っているっていうのもそうですし、楽器をだから持たないでいる時にその音のことをこう旋律を歌うことも大事だし、具体的にどうやって音が出ているかっていうことを確認している作業がすごく必要だと思う。効果的な練習が一つあるんですね。題して離れ離れはとても大事、いつも一緒にいられると思ったら大間違いだぜ練習、何のこと言ってるかと言いますと、左手と右手がちゃんとこう分離をして一つのことをしているっていう確認がとても大事ってことなんですね。だからもうまるでいつも同じようにこう動いているように見えると思うんですけれども、実は左手の方が少し先行していたり、それぞれがこう確立していることがとても大事なんですね。ちょっと見えないかな。例えばこういう場所、こういうところなんですけど、本番前に皆さん大きな音を出せないから左手だけ、こういう練習はよくされるかなと思うんですけれども、実は右手だけの練習も大事なんですね。今の弾いたところはチェロは4本弦があるんですけど、この中の3本これを使って駆け上がっていってたわけなんですね。ですからその左手のことは忘れて右手だけでどこの弦をどの音の時に弾いているかっていう確認もすごく大事なんですね。この3つ残りっていう、そういうことを理解しているととてもまあうまくスムーズにこう左と右がまるで一つのことをしているかのように聞こえるということなんですね。だからこういうことをこう布団の中で想像をするだけで全然違うんですね。そのラからシに行ってシからドに行ってっていうこう一つ一つのこう工程を刻み込むとアンプができます。あとはもうその大体アンプできたかなっていった時にはもうどなたかに聞いていただいたり、こうやってね録音をできるので自分で自分を緊張させて弾いてみる、ランスルーをするっていうのはとても効果的です。自分を知るっていうのは大事だし、自分を受け入れるっていうのもとても大事です。今日はざっとアンプについてお話ししましたけれども、また何か気になるなとかわからないことがあればぜひコメント欄に書いてください。それではまたお会いしましょう。またね。これな、髪切ったのあんまりわかんない、どうなんだろう。